おはようございます。クロエルです。今日なんですけども、今日は、2月13日に放送されたラジオ番組なんですけども、東京の FM スクールオブロックにゲストとして登場したウォークロックのタカさんの話をね、ちょっとピックアップして話していきたいと思います。まあ、パーソナリティの遠山校長と芦沢教頭とともに、親同士の喧嘩のやつあたりで暴力を振るわれているという、16歳の女子リスナーに直接電話をかけ話を聞いてみました。その話を聞いた時に、そのリスナーから届いたメッセージを読んで、そのどういう返事をしたのかっていうのをちょっと話していきたいなと思います。まあ、中学2年生から親に暴力を受けていました。まあ、お前なんか生まれてこまなければよかった、めちゃくちゃ悪い暴言など普通に言われます。こんなことが毎日続いているので、明日が来なければいいと毎日思います。でもワンオクを知った日からワンオクの歌で励まされるようになり、一日が頑張れるようになりました。ありがとうと感謝を伝えたいです。まあ、遠山校長は、もしもし、書き込みありがとう。暴力はお父さんお母さん両方からされるの、いや、お母さんの方です。遠山校長は、お母さんはパーで来るのと言いました。でもリスナーはグーですねと答えました。お母さんは何歳とタカが聞きました。まあ、リスナーは30代後半ですと答え、タカはその後に、そっか、いつもワンオクロックを聞いてくれているみたいでありがとうございます。メッセージを見て僕にできることがあれば全力で助けてあげたいなと思うんですけど、こういうことで悩んでる人もたくさんいると思うんですよ。僕も人間なので全員を救うことはできないんだけど、今日のような機会はなかなかないと思うんですよ。だって好きなアーティストと喋る機会ってなかなかないじゃん。リスナーがないですねと答えました。だからなので、思ってることをこうしてくれたら嬉しいなと思うこと何でもいいから、とりあえず言ってみてください。ラジオとかあまり気にすることなく、タカさんだったらどう思いますかっていうことでもいいし、明日からどうやって生きていったらいいですかでもいいんです。何でも質問してください。わかりました。いつ親から、リスナーはいつ親から八つ当たりが来るかわからないし、家に頼れる人もいないから、どうしたらいいか本当にわからないですと答え、まあ、タカさんは、なるほど、どんな理由があっても自分の都合で子供を殴ったりしては絶対にいけないと思うと答えました。今お母さんが近くにいるんだったら話してあげてもいい。くれ、それをしていいのかどうかも俺は迷っちゃうんだけど、ただ一つだけこのメッセージを見て僕が言ってあげたいのは、死ぬという言葉は使わないでほしいということです。みんな言っているけれど、死んだら終わりなんだよね。暗闇の中でどうしたらいいかわからないっていう辛い気持ちもすごくわかるんだけど、その中でさえも死ぬという言葉を出してほしくないと思うんです。リスナーは、はい。これを解決できるのはあなたの身近にいる学校の先生、もしくはおじいちゃんおばあちゃんがご健在ならば、その二人、それ以外ならば妹さんなのかな。家族という輪の中に入り込める人にしか相談もできないし、助けることもできない。僕はこの電波を使って助けられるかどうか正直自信ないのね。お母さんもまだ子供だと思うんだ。それを成長させてあげるのは血のつながった身内にしかできないと思う。とにかく必ずこの先に明るい未来は待っていると思うし、僕はあなたが明日から今より少しだけ明るい気持ちで生きていることを切実に願っている。まあ、状況は違うかもしれないけれど、この辛い状況を絶対に変えてやるという気持ちを強い気持ちで持って、ワンオクロックというバンドを今日も明日も明後日も活動しているということだけは忘れないでくださいとリスナーに答えました。はいと答えました。
まあすごい熱いメッセージなんですけども、やっぱりこの前もあった通り、まあ、学校の先生に頼っても助けられない命があるっていうことはほんまに辛いと思うんですけども、やっぱそういうことが日本で起こっているっていうことは、やっぱりまだまだ日本も改善点があると思うので、僕もこれはちょっと同情しましたね。僕の家族は別にそんなことはないんですけども、やっぱ小学校の時とかも僕の周りにちょっとそういう子がいたので、まあ、ちょっと身近に感じました。この話を聞いて僕は何ができるか分かんないですけど、やっぱり相談乗りぐらいはできると思うので、近くにこういう方がいるのならば、ちょっとカウンセラー的なことをしたいなと思いました。まあ、この動画を見てくれた人はね、コメント欄に書いてくれたら嬉しいです。まあ、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。まあ、今回はね、まあ、結構悲しい内容なんですけども、まあ、ワンオクロックというバンドは、まあ、今月にアルバムも出しているので、皆さん聴いてほしいなと思います。少しでも力が入ると思うんで、この歌を聴き、このバンドの曲を聴いたら、やっぱり一味違う人生を送れるんじゃないかなと僕は思いました。それでは、今回はこのくらいにしておきたいと思います。